戦国京太郎戦国京太郎2月7日1950年8月22日は日本の政治家、労働運動家。長きにわたり農業共同組合運動の第一線で活動し、第二次世界大戦後の農協王国の基礎を作り上げた。東京府豊島国日比谷に生まれた。1895年札幌農学校を卒業。同期に、 北大総長の高岡熊を、満鉄副総裁の大村拓一がいる。農学校の英語教員、農商務省の官僚などを経て、農会議士として、農村の指導を行う一方、島根県農会議士、幹事として大日本産業組合中央会、島根市会理事を、兼任初めて共同組合運動に携わっている。島根から南洋町に転任する。 内務部長に自ら志願して同行指導長の議官となる。1920年、産業組合中央会主事に就任し、農業共同組合につながる活動に参加した会頭に就任。1923年に、全国購買組合連合会が創立されると、専務理事に就任。自ら運営にあたり、1941年名誉会長に、押されるまで、 会長代理、会長として、指導事業と購買事業の発展に尽くしたほか、産業組合中央金庫の設立にも尽力した。1925年、産業組合法交付25周年の記念事業として、家の光を発刊。1927年、大日本キート販売組合連合会の設立に、再始常任相談役に就任した。 1931年、全国米国販売購買組合連合会の設立に努め、常任相談役として経営に参画し、1937年に会長に就任した。このほか、大日本柑橘販売組合連合会会長に就任し、同会を全半連に合併するなど、販売事業でも貢献し、信用部門を除くほとんどすべての分野で、 最高責任者として活動し、三組独裁王と呼ばれ、人気を博した。同年、家の光に、亡霊へ極まる品を要聴すべしという主張を寄稿した。農業者の政治力を結集して国政に反映させるため、全国農村産業組合協会を設立、産業組合青年連盟を組織して、組合運動に新風を送ったことなどが注目され、 1938年12月9日、貴族院議員に直選され、1945年、東国宮内閣の農商大臣、ついで農林大臣を短期間務めた。また、日本共同党の結成にも参加している。翌1946年公職追放となる。1950年8月22日死去。性格は、生来の明朗快活で、執筆。 公園などを好んだ。著書に産業組合の人営より我が農村建設などがある。ありがとうございます。